ボンハムで花開け、現役ドラフトされた水谷、ソフトバンクで感じた悔しさ、すべて晴らしてぶち込め特大ホームラン。ドラフト5位でホークスに指名されて入団、松田信弘弟子入りし、圧を騙し受け継いだ。三軍戦で打ちまくり、打率3割6分国も評価だけど、一軍呼ばれずにファームでずっと買い殺された。二軍でどれだけ試合出ても呼ばれなかったホークス5年間納得できず契約保留。実績がないと散々叩かれ、現役ドラフト放出された。日本ハムで花開け、交流戦で覚醒水谷、誤審判定幻ホームランだけど、すぐさま放った初本塁打。交流戦史上最高、打率4割3分8厘、交流戦の見事 MVP、 今度は福岡で見せてやれ圧を。